遊ぼうよ、タケミッチ。あの授業中めちゃくちゃや、この人。あったかい。ひな。ん？どうも。なお、マイキー君は？あの野郎ふざけやがって。ああ、ごめん。俺の3日間の全てが！だから謝ってんじゃねえかよ。はい、平気っす。たかが3日間。おい、マイキー君！俺の思い出が！ドラケッツ！それは小4の時初めてホームラン打ったゴールデンバット！とことんだ！てめえら、いい加減にしろや。何この状況。ちょっと待て、12年前の今日だ。ナオトの言った通りだ。やっぱり。あんなバケモンに気に入られちまったのか。学校って最高。え、解禁にボンタン。なんだこのダッセーヤンキーは。俺だ、中学生の俺だ。ダサすぎる。喧嘩か。喧嘩。10年以上してねえぞ。やべえ、しょっぺん漏らしそう。俺の周りってこんなイケイケだったっけ。やべえ、ついてけねえ。バイバイ、明日学校でね。あれ、ナオトは。グズグズしてんじゃねえよ、ダム。僕との握手がトリガーです。な、ナオト。あれ、来てたの、ナオト。うん。そんなバカな。タケミチ君。東京卍会、やっぱり行かれてる。うわ、来たが。だから覚悟しろって。人の住むところですか。ちょっと待っててくれよ。どうしたの。いや、女子の部屋に入るのなんて初めてでさ。そんなに見ないの。ごめんなさい。帰ってきちまった。ってことは過去に行けたんですね。やっぱり握手がトリガーだったんだ。お前なんであそこにいたんだよ。え、何のことですか。それってかっこよくなったってこと。さ、マイキーに会える方法を探しますか。ねえねえ、それとも行けてるってこと。ねえねえねえ、すぐ調子に乗る。ドラケン君、俺何も覚えてなくて。エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。へえ、そんなことがあったんですね。あったのかな。本当に記憶がないんだよ。やれ皆さん。昔使ってたメモ帳を探すから、はいで。チンパシーか。ハウスダストがマスク買ってきます。おうおう、走って行ってこいや。バカだな、ナオトは。友情ってのはそう簡単に変わんねえんだよ。いいから俺についてこい。銃はダメだよ。え、何この展開。銃はダメ。他にどんなメニューがあるんですか。仙道さんと待ち合わせしているんですが。ああ、君がうちの社長と。おい、なんかみすぼらしいのが来てっけど、社長ってアポある。ひなには絶対バレないようにしないと。何を。わあ、ひな、なんでここに。わあ、元気してたか、タケミチ。いたたたたた、痛いよ、あっくん。はい。うわ。
なんだ、何が起きてるんだ。よっ、イクジナシ君。イクジナシ君って何？何お前、エマと知り合いなの？違うんだヒナ。喧嘩か。もう一生許さない。内部抗争の発端。旗が立ってねえじゃん。え？お。おい、何やってんだお前。さらなる地獄だ。なんでよりによって俺なんだ。今日からお前タケミッチな。マイキーがそう言うんだからそうだろう。タケミッチバカはいいよな。いらっしゃいませ、ご指名は？大丈夫ですか？仙道さんと待ち合わせしているんですが。ああ、君がうちの社長と？おい、なんかみすぼらしいのが来てっけど、社長ってアポある？なんだもう、早く行ってくださいよ花垣さん。社長のご親友ならすぐにでもお通ししたのに。 VIP2 名様ご案内。絶対バカにしてるよな。そんなことないですよ。何この展開。シューはダメ？他にどんなメニューがあるんですか？ヒナには絶対バレないようにしないと。何を？何？なんかついてる？バレてんのか？あれはその、俺も記憶にないっていうか。何言ってるの？銃はダメだよ。何があったらああなるんだ？過去の俺のバカ！イクジナシ君。イクジナシ君って何？エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。へえ、そんなことがあったんですね。本当に記憶がないんだよ。やれ、皆さん。すみませんでした。知らない。怖。今さ。大好きマイキー。うまいでしょ。うそ、なんでここにいるの。誰がかわいそうだって。エマとマイキー。違うんですよドラケン君。ドラケン。お前、妹の誕生日付き合ってんのマイキー。お前妹。うっせえな。あれ、誕生日おめでとう。怖いだな。どういうことだ。お、いたいた。え、遊ぼうよタケミッチ。授業中。めちゃくちゃや。東京卍会、やっぱりイカれてる。宇田川のチームが新鮮で幅利かせてるって。いいじゃん、ぶっ飛ばしに行こうよ。こいつらにとって人をいたぶるのは日常。顔を洗うくらいのことなんだ。元気してた？昨日の今日っすよ。今日暇だろ。いや、そう。昨日の今日で何やらかしたんだ。じゃあ行こっか。ちょっと待って。知らねえよ。なんてね、バカだな。タケミッチ、ギャンブル、詐欺、暴行、殺人。本当にこの人があの極悪東卍の頭なのか。マイキー、着いたぞ。俺はお子様セットの旗にテンションが上がるの。すみません、すぐお持ちいたし。ほらマイキー、旗だぞ。
さすが現地人。ああ、なんか腹減っちゃったな。はあ、さっき食ったばっかだぞ。寝たら腹減るんだよ。どういう理屈だ。